ハスキーメガネ。ハスキーです。メガネです。ハスキーメガネです。なんで笑うの？なんで笑うの？いつも会わなくてごめんねって思った。ハスメガ。ということで、はい、はい、後半ですね。後半の、はい、バッグの中身は何でしょう？メガネ編。ハスキーメガネ。メガネ編です。ということで、これからメガネのバッグの中身を見せていただきたいと思います。楽しみ楽しみ楽しみ。なのかな、だってまだ知らないもん。あ、そうか。ワクワク。まあ、美咲さんは前回やった時にそのね、ほら、はい、声優として現場で持っていく時っていうことだったんだけど、まあまあまあ、私日頃ちょっと OL していますので、その時に持ち歩いている、まあ、いつも一緒にいる者たちを今日は持ってきましたので、まずは見た目からいきますか。よいしょ。まずはリュック。Amazon で買いました。Amazon で買いました。で、これともう一個 Amazon、 こういったね、ショルダーバッグを一個持ち、この2つ使いですね。私は普段この2つ使いでよくね、お仕事に行っています。リラックマン。で、まあまあ、なんで2個で分けてるかって中身を紹介していけば分かるんですが、じゃあまずどっちが見たい、どっちが見たい、最初に選択式なの。そう、選択式。どっちがいい。じゃあ私はちっちゃい方から見たいな。はい、じゃあクマから紹介していきたいと思います。まあまあ、こういう、まあ、ショルダーで下げてるので、うん、まあ、取り出しやすいものですね。まず携帯、はい、携帯、壊れかけの iPhone7 のアプリ起動したらすぐ落ちちゃうからね。あとは、まあですね、ウェットティッシュとか、そういったものたちですね。ほうほう。まあ、普通の乾いたティッシュ、乾いたティッシュ、乾いたティッシュ、乾いたティッシュと、ハモったよ。あと、まあ、あとお守りが、まず、あ、全然映ってなかった。ズズズズ。そこね、そうね。お守りと、あとは、まあ、お財布ですね。かわいい。かわいいでしょ。赤。フルラの赤いお財布です。かわいい、かわいい。赤が好きなので、ね、小物は赤揃えることが多いです。あとはくしゃくしゃになってるけど、ハンカチ、よくありがちなキーケースです。あ、かわいい。キーケース、これもアマゾンで買いました。アマゾン大好きだね。でもこういうタイプのキーケースが好きで、ここ小銭入れがついてるんですね。小銭入れが、あ、まあ、あの鍵忘れることって基本ないと思うから、緊急需要で小銭ちょっと入れてます。なんだっけ、 LINE の黄色い鳥、名前いつも忘れちゃう。黄色い鳥、黄色いって名前、あの思い出したら言います。なんか名前あったっけ。あるんだよ、こいつ名前で。これにはまあ他の、まあ、小物たちって言って、まあそうですね、絶対入ってるのがこのエアポッツ、便利ですね。エアポッツも充電式だから、充電切れた時のために普通のヘッド、iPhone で、 iPhone じゃないですか、イヤホンか、イヤホンも1個入れてます。イヤホンも1個入れてます。あとは除菌アルコールと、あと髪の毛いざ染める時用の髪ゴムとか、あとはこの辺ね、もう夏で暑いから入れてます、デオロドラント系。これからの時期には必要ですね。汗すごいな、かくときすごいかくから、もう足用と、あの脇用。ほら、足？足用、これ、これ、なんだろう、すごい足、乾いた足にこう塗っておくと、なんか足の汗が結構抑えられてて、余裕。あとは、まあ、眠くてしょうがない時のミンティア。あ、でこれまだ優しくって、私普段フリスクのブラック入れてますね。あ、これはじゃあまだ平気。これまだあの優しい。あとはまあ、美咲ちゃんが揃いになっちゃうんですけど、仲間ベンタムのリップ必要よね、はい、がこのポーチの中に入ってて、うん、あ、この中からあぶれちゃった。あとはグロス、まあ、普段化粧してないんですけど、口ぐらいたまに塗ったろかなと思って入ってます。なんかいくつ。あとは、まあ、あとハンドクリームですかね。かわいい、はい、なんだろうな、リュック以外に、リュックは結構他、さっき後で紹介するんですけど、それ以外に、まあ、これバッグ1個でもお出かけできるぐらいのものを詰め込んでます。なるほどね。でもすごいなんか女子って感じ。女子って感じ。そうかな、
かわいいかわいい。これがこのバッグの中身でした、ね。はい、ね、大きい方ですね、はい、大きいリュックの紹介です。はい、はい、じゃあ手前のポッケからいきたいと思います。手前のポッケの中にはですね、まず最近持ち歩くようにしているマスク予備ですね。必要ですね。はい、よくあの私ご飯食べてて、ご飯食べるときマスク下げてるじゃないですか。でよくマスクなんでかしないけど垂れてるとき汚すんですよ。はい、汚すんですよ、予備用と。大事に使わなきゃダメだよ本当にもう。でここにもう一個入ってるのがマーベルのピザポーチ。かわいい。まあ、これあの、まあ、ここにもまあティッシュがちょっと入ってるんですけど、うん、あとこの中はまああれですね、あの私よく片頭痛持ちなんで薬系が入ってたりします。薬とか塗り薬とかがこの中に、絆創膏とかですねがこの中に入ってます。じゃあこれ私の化粧ポーチリラックマ。リラックマ、リラックマ。まあでも普段まあ化粧しないんですけど、持ち歩くときはこれに全部まとめて入れてます。かわいい。あとはこれかな、あとこれ大事、お仕事で大事、名刺ケース。あ、必要。これもアマゾンで買いました。出たアマゾン。もうこれすごい、ポケットもいっぱいあって名刺もたくさん入るので愛用してます。アマゾン率高い。で忘れてはならないのが携帯の充電器、うん、アンカーの使ってます。必要よね。大体スマホ2回分ぐらいが入ってます。あとはまあこれも絶対に忘れちゃいけないものですね、仕事分が。何が入ってる？仕事で必要な、まあガジェットまではいかないんですし、まああのケーブルタッチとか見るかな、まああの予備のすごいイヤホンが2本と、あとは変換のケーブルとか、まあアンドロイド系のあのなんてこれなんて、こういう端子違いの iPhone 充電とかできたりとか、あと SD カードとかイヤホン求めるひよこちゃんとか、あとでボールペンですね。細かい、すごい。こっち側行くとまあ USB とか、あとは私 Mac 使ってるんですけど、まあこういった変換の、なんつうのこれ、なんだっけ、あれだよ、あれ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 、あれあとまあちっちゃいノートとかですね。かわいい、まあ、100均で買いました。これはもう絶対にもう固定で持ち歩いてますね。綺麗にまとまってる、すごい。いや、ね、整理整頓上手。もうパソコンですね。で赤が好きなので赤のカバーつけてます、あとシール剥がれそう。あのこれ妹がつけてくれたんですけど、エルサのねシール貼ってます。でも剥がれかけです。剥がれかけのエルサ。あとまあこっちのバッグの中身はこんな感じです。パソコンが重いので一応もっと入るんですけど、あまりしょいたくないっていうのでこのぐらいに収めてます。はい、こんな感じでしょうか。さっきのこの子と並べて、これが常に持ち歩いてる田中亜希必須グッズっていう感じですね。素晴らしい、はい、バッグ2個持ち、バッグ2個持ち、あとは、まあ、あとは水を1本バッグの脇に挿してあることが多いですかね、うんうんうん。こんな感じで私のバッグの中に紹介終了です。素晴らしい。どうだった？いや、なんか高い高い何が、もうこう出てくるものが、あ、高そうなものみたいな。いや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 、はあ、精密器具。いや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 、大事に使いたいと思います。でもなんかすごい綺麗に、うん、あのね、整理整頓できてて、ちょっとすごいなって思う。いや、今日の日のためにちょっとだけ整理整頓しました。いや、素晴らしい。こんな私のバッグの中身いかがでしたでしょうか。なんかできる女のカバンって感じ。どうなんでしょう。
いやありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや本当バッグの中身紹介っていうの結構私やっぱ好きなあのね興味のあるジャンルの一つだったんで、こう自分たちもねやれてすごい楽しかった楽しかった、よかった。だって私あきちゃんと結構ねずっといるけれど、ね、バッグの中身どんな感じと言いますか。そうだ、今日晒したの今日が初めてかもしれない。知らないからね、うん、やっぱり楽しかった、よかった。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。はい、では今日のこの動画がちょっとでも楽しいなって思ったらチャンネル登録といいねボタンポチッとよろしくお願いします。ぜひコメントもよろしくお願いします。はい、では次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。